はるかは第四のヒレを持つメスの反動イルカである。通称、腹ビレイルカ。日本の和歌山県大地町で発見された。世界で唯一生態が飼育され、クジラ類の進化を解き明かすものとして、はるか研究プロジェクトにより研究された。大地町立クジラの博物館は2006年11月4日、夜、胸びれ、背びれ、 オビレとは別に生殖器の脇に第四のヒレを持つ、極めて珍しいハンドウイルカ一頭が見つかったと発表した。そのイルカは生殖器と肛門の間に手のひら台の一体の腹びれがあったのである。この発見について、日本霊類研究所の顧問で、クジラの博物館の名誉館長の大隅清次は記者会見で次のように述べた。 ゲイ類の祖先が21世紀に出現したと言える。胎児には、ある陸上生活の痕跡の後ろ足が退化せず、腹びれとして残ったと考えられ、突然変異による先祖返りのイルカではないか。学術的にも貴重な発見。長く研究しているが、このような個体は初めてで、生態でもあり、世界的な財産。クジラ類は、 受精後間もない時期に前後4本の足を持つが、成長とともに前足は胸びれになり、後ろ足はなくなる。また、クジラ類の祖先が水中生活を始めた後、前足が胸びれに変化し、後ろ足は退化して消失したが、この腹びれは遺伝子の突然変異で、後ろ足だけが先祖返りしたものと考えられ、生きて捕獲されたのは非常に珍しく、学術的にも貴重である。 イルカのヒレは通常3種類しかなく、大墨名誉館長は第4のヒレを持つクジラ類が見つかったのは世界初、これまでも後ろ足が退化した甲子突起と呼ばれる部位を持つクジラやイルカは数例見つかっているが完全なヒレを持つものは今回が初めてと述べている。また、大墨名誉館長は21世紀の学会の大ニュースだと興奮気味に話し発見された。 バンドウイルカの腹びれは、今から3000から5500万年前のシ,シニ魚にいた、昔クジラの時代を再現するものではないかと推測し、また、水星の哺乳類の進化過程を明らかにできる可能性もあると期待した。大墨名誉館長は、イルカが落ち着いたら、腹びれをレントゲン撮影して、構造を詳細に調査する意向を示し、遺伝子チームを組織して、 その遺伝子が突然変異したのか調べ、進化の歴史に役立てたい。繁殖させることが重要。イルカの行動学研究チームなども必要になってくると話し、専門の研究プロジェクトを作ったり、繁殖を目指したり、また一般公開を目指して慎重に飼育するという方向性を示した。大隅名予館長などが総合的な研究計画を策定している。 2006年11月に、遥かの腹びれのような突起、第4のヒレは、約15センチメートルで生殖器の両側にあると、公表される。このヒレを、クジラの博物館の大隅清島栄誉館長は、他の部位に異常はなく奇形ではないと推測している。2008年までに、遥かの腹びれの動きを4日間計20時間ほど、ビデオで撮影し、 研究者が分析した結果、腹びれが188回動いたうち37回は、水流の影響などではなく、自律的に動かしているものだと確認されている。また、発見の時点では、5歳くらいの若い、オスと同博物館は推測した。最終的には、メスで、捕獲時の推定年齢は8から13歳となっている。発育の記録また、るかには、 餌の時間に合わせて健康管理のトレーニングが行われた。さらに、遥かの子孫を残す目的で繁殖や遺伝子レベルの研究が行われるため、通常の血液検査以外に1、2週間に1回ほど発情しているかがわかるようにホルモン値の検査も行われた。遥かには2007年5月から2週間おきに採血が行われるため、 受診に役立つはずバンダリーの訓練を受けている。2009年度から、遥は他の妊娠したメス、桜と飼育し、出産や育児に立ち会わせ、繁殖に向けた訓練を受けている。遥も遊泳する親子の後を珍しそうについて泳いでいた。2012年の遥は、同じ大水槽の3頭の中でリーダー的な存在であり、見学者が来ても、 機嫌の良い時しか寄らなかった。遥かはジャンプが得意で、天井についてしまいそうな高いジャンプをするイルカだった。芸類進化史上、芸類の研究者らや、博物館幹部などが集まり、遥か研究プロジェクト運営委員会が発足した。2008年5月7日、東京海洋大学において、加藤秀弘教授らにより、腹びれを持つバンドをイルカ、遥かに関する、 初の研究プロジェクト運営委員会が開かれた。委員会は、加藤教授が委員長を務め、日本芸類研究所の大隅清治顧問、クジラの博物館の林勝則館長、沖縄チュラ海水族館の内田先蔵館長らの委員で構成された。また、委員会は、研究チームを4つに細分化し、チームはそれぞれ成長する環境を整え飼育管理し、繁殖を目指す。 生理繁殖研究グループ、正常な個体と行動を比較観察する行動機能研究グループ、DNA 解析により腹びれの耐火過程を研究する遺伝研究グループ、腹びれやその他の体の構造を研究する形態研究グループが設置された。この日、加藤秀博教授は次のように述べた。胎治時代に亡くなるはずの後ろ足が引っ込まず、 そのままヒレに変化したと私は考えているが、委員会内でも、対価の突然変異など意見は分かれている。そして、加藤秀博教授は、いろいろな意見が集まるよう、優秀な研究を、世界中から公募したいとも語った。2010年4月、クジラ類の進化の過程を研究する、加藤秀博教授は、今までに、腹に、後ろ足の痕跡が見られるクジラ類は、 世界で8例の報告があるが、多くが小さな突起状の痕跡だけの答えであり、遥かは手のひら台の腹びれがはっきりと観察でき、後ろ足が完全なひれの形で確認されたのは、遥かが初めてで、また生体として発見された例も初めてであるという趣旨を述べた。一方で、加藤教授は遥かの腹びれについて、先祖が持っていたものが現れたのではない。胎児の頃は、 後ろ足があり数週間でなくなるが、遺伝子の突然変異で失われずに発達し、新たな進化を遂げたのではないかとも推測する。そして、進化の過程を解明するには、第二世が必要で、親子の DNA 解析からメカニズムを解明できる、はずとも語った。2011年11月14日に、研究チームが、はるかを X 線撮影し、調べたところ、腹ひれの中に、 指の骨など左右角約10個で形成された。はるかは右に3本、左に2本の指が確認され、左右ともに太もも、すね、甲に相当する部分の骨もあり、後ろ足に当たると考えられた。これについてチームを総括する加藤秀博教授は次のように語った。最初は皮膚の一部が変化してできた可能性もあると思っていたが、 今回の調査結果から考えると後ろ足の名残だと見られ世界的な発見だ。腹びれイルカの腹びれへの科学的調査は世界初のことであり、加藤秀博教授は次のように語った。後ろ足がなぜ消えたかという謎に迫るチャンス。進化過程の解明につながる可能性がある。加藤教授は、クジラの祖先は5000万年前に4から5本指。 3500万年前に4本指の後ろ足を持っていたとした上で、水の抵抗を減らして、泳けるように、クジラは指を減らし後ろ足を引っ込めていったと説明する。また、2から3本指の遥は、約3000万年前のクジラに先祖返りしたと推測した。現代のイルカのヒレは、泳ぎ回る生活に便利なように表皮が変形したものであるため、 尾びれや背びれは中に骨がないが、研究チームは、腹びれは、陸にいた祖先から、現在のクジラ類になるまでに不要になって失った、後ろ足の痕跡を示す結果であるとした。加藤秀博教授は、化石として出ていない、進化の過程を伺わせるものだと考えている。研究チームは、日本国内の水族館で飼育されている200頭、ほどのイルカの血液を調べ、 はるかとの遺伝子の違いなどについて、突然変異かどうかなどの研究を行っている。2011年11から12月の中間発表において公表されたのは次の事実である。他個体と比べて、生殖口や乳溝の位置関係に違いはない。通常個体と異なる体色の変化があり、はるかの腹部にある白色と灰色の境界が、肛門から腹びれの付け根後方にカーブし、 体側に腹びれの接合部後方から白いストライプ状の模様が伸びている。腹びれは左右対称ではなく右の方が大きい。また右側の腹びれの接合部がくびれており左に比べて柔軟である。左側の腹びれが最大長1 7 5ト、mm、ル最大幅が6 8ト、mm、ル厚さ2 1ト、mm、ル右側の腹びれは 最大長1 9 2ト、mm、ル、最大幅7 2ト、mm、ル、厚さ2 3ト、mm、ル。四骨に似た形状の扁平な骨、大腿骨や、脛骨、中足骨と見られる骨など左右計22本の骨がある。2009年6月20日に、血中プロゲステロン濃度が6.5ットルと上昇し、この時点で性的に成熟したと考えられる。はるかの一英道距離は、 通常の個体と比べて短く、行動が複雑になっている。はるかの血液からゲノム解析は8割ほどが解読されている。2006年10月28日朝に、大事町の旗尻湾で、大事漁協所属の伊佐ナ組合の漁船13隻が、道場沖約9キロの熊野灘で、118頭のイルカが追い込み漁で捕獲される。 ハラビレイルカは捕獲されたイルカ118頭のうちの一頭であった。その日の漁の模様は、町内の魚屋が撮影している。捕獲翌日の29日に、ハラビレイルカは、大事漁港のアミーケスに移送されている。クジラの博物館の大隅清寺、名誉館長が、捕獲されたイルカの写真を確認したところ、これは世界にも珍しいもので世紀の大発見となる。と、見解した。 これを受け、プロジェクトが始動する。そして、2006年11月4日、第4のヒレがある、先祖返りのイルカが発見されたと、記者会見が行われる。2006年11月13日、ハラビレイルカが、胎児調律クジラの博物館に搬入される。搬入は、東京海洋大学の加藤秀弘教授が指揮し、沖縄中良海水族館職員。 クジラの博物館職員た関係者ら約30人がかりで慎重に作業が行われ、特製のタン架に乗せたり、クレーンでトラックの水槽に入れ、約2キロメートルの距離の博物館のプールに、このイルカと相性の良いイルカ1頭と共に搬送された。腹びれイルカの腹びれの中に骨が存在するか、注目されていたが、13日のエコー検査では、はっきりしたことは不明であった。 2007年12月11日、クジラの博物館は12月22日にリニューアルする日程で博物館内の海洋水族館の改修工事を行い、ハラビレイルカを新しい大水槽へ移した。この水槽の移動にはダイバーら14人がかりで1時間かけて行われた。それまで飼育していた前述のプールから体を傷つけないようイルカの体を布で多い。 丁寧にクレーンでイルカを釣り上げ、トラックに運び入れ、約100メートル離れた海洋水族館内の新しい大水槽に移した。イルカは元気で、早速他の2匹と戯れた。2007年12月22日、クジラの博物館はリニューアルオープンに合わせて、イルカの愛称を遥かと決め、一般公開を開始した。愛称は公募され、446通の応募の 中から選ばれた。遥かの名付け親となったのは一般市民ら7名であり、また命名の由来は遥か昔から未来までを感じさせる存在だからなど理由を述べている。クジラの博物館の海洋水族館は2007年7月から改修工事を行っていたが、11月22日にリニューアルした大水槽は長さ18メートルのトンネル部分や、 水中観覧窓から、このイルカの水中の姿を間近で観察することができ、学術的研究を進めやすくなる。大水槽ではこれまで近海魚類を展示していたが、腹ビレイルカが発見されたのを機に、クジラやイルカの飼育用にリニューアルすることにし、約8500万円をかけて露過層などの改修工事を行った。新しい水槽は、屋内プールで縦16メートル、 横12メートル、深さ5メートルで水量は620トンあり、それまでの屋外プールの約3、4倍の大きさである。また、水温が一定に保たれる屋内水槽の方が体調管理が行いやすくなると関係者は語った。遥かの公開は人々の注目と人気を集めた。2009年12月9日、クジラの博物館は遥かが繁殖可能であると公表した。 ホルモン検査などから、ハルカが繁殖能力のあるメスと確認されたため、ハルカ研究プロジェクト運営委員会が12月に東京海洋大学で委員会を開き、ハルカが繁殖可能と判断した。ハルカは2009年6月に初めて排卵し、同年9、10月にも排卵が確認され、ホルモンの一種のプロゲステロン値が上昇していることが確認されていた。このため、 2009年度より妊娠したメス個体と一緒に飼育して出産や育児に立ち合わせ学習させ繁殖に向けた訓練を実施した。博物館には花婿候補のオスイルカが数頭飼育されており2010年春からルカと同じ大水槽内にオス、サムを入れて繁殖を目指した。腹びれのできたゲノムがどのように次世代に伝わるか調べるためである。 2011年9月に交尾が行われたりした。しかし、オスが完全に成熟した個体でなかったため成功はしなかった。2013年1月24日には、鴨川シーワールドから借りた繁殖実績のあるオス、レグルスと入れ替えると、28日には遥は交尾行動とみられる動きを見せ繁殖が期待されたが、2月後に遥が休止したため、未誕生は叶わなかった。 腹びれイルカの子孫を残すことは、はるかの腹びれが一過性のものなのか、先祖返りだったのかなどを研究する上で、不可欠と考えられていた。はるかは2013年3月20日頃から食欲が低下し、また体温も高くなり、翌21日には、血尿が出始めた。クジラの博物館は、鴨川シーワールドの勝又悦子獣医師や、 沖縄中ラ海水族館の上田圭一獣医師らに協力を求め、獣医師らが24時間体制で懸命の治療を試みた。遥かは一時は血尿が止まり、餌も食べるようになったが、熱は下がらなかった。4月4日午前10時50分に遥かがクジラ類が死ぬ前に取る行動の立ち泳ぎとなったため、遥かを単価で取り上げ、点滴を行ったが、呼吸が弱くなり、 4月4日13時55分に死亡したのが確認された。はるかの死因は臨床症状から多臓器不全と診断された。また、イルカの血尿は珍しいが、学術解剖を優先させ病理解剖は行わないため、腎臓、肝臓などの多臓器不全となった原因は不明である。ハラビレイルカ、はるかの死亡の方は NHK ニュースにより全国に報じられた。 意外は複製を作るため全身の型を取り、また研究のために冷凍保存された。研究プロジェクト総括の加藤教授は遥か死亡を受けた5日の記者会見で次のように述べた。研究は道半ばにも届かなかった。進化の中に内在している遺伝的情報を確認できる唯一のチャンスだった。次世代を作りたかった。 世界で一頭しかいない個体を預けられたクジラの博物館は大変だったと思う加藤教授は腹びれのあるイルカについておそらく数百年は現れないと述べている。また妊娠は確認できなかった。遥かの遺伝子情報がどう継承されていくか研究の上で遥かの子供は重要だったとも述べた。遥かの死後、 はるかのレプリカを作るための外部形態の型取りをシリコンで行い、また遺伝子のどこで腹びれができる、突然変異が起きたのかなどの研究のために背びれの付け根付近から数ミリ程度の組織の小片約20個を採取した。今後は iPS 細胞の作成も行う予定である。また子宮と卵巣はホルマリン付けにし、残りの死骸は冷凍保存とした。 長期間かけて学術解剖を行い、腹びれ周辺を含む骨格と骨格筋の分析も行う予定である。2006年の発見時、クジラ博物館の大隅名誉館長は、古式捕鯨発祥400年の記念に寄港し、腹びれイルカが発見されたことについて、エビス神の来訪を歓迎するという趣旨の談話を発表した。ちょうど400年記念の年に、 ハラびれイルカが発見されたからである。クジラの博物館の館長、林勝則は、はるかの発見は、偶然や幸運だったと考えている。2006年10月に捕獲されたイルカは、はじめから、搬入先がクジラの博物館に決まっていたことや、飼育に適さない少し大きなイルカでも購入する予定だったこと、また、はるか発見の直前に名誉館長と学芸員を、 信任させていたことなどは偶然だったという趣旨を館長は述べている。館長の林勝則は2007年正月には早くもハラビレイルカのおかげでクジラの博物館の名が世界に広がる可能性があると述べている。また新聞記者は他の幸運も絡めてハラビレイルカがもたらす幸運と報じている。2011年11月 NHK の番組が 東京海洋大学を特集した際に、クジラの骨盤から世界を揺るがす大発見と命打ち、腹びれイルカ、はるかに腹びれの骨格が発見され、それがアメリカで開かれている国際海産哺乳類学会で報告されたことに触れた後に、東京海洋大学では海の未来を開く世界最先端の研究が日々行われているとまとめている。ありがとうございます。